実は転職ではあまり意味のない資格があることもご存知でしょうか。資格を取るだけの資格ホルダーでは全く意味がありません。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今回は実は転職ではあまり意味のない資格について、何千人もの転職サポートをしてきた私末永からお話します。転職活動をする際、少しでも転職率を上げたい、有利に進めたいという理由から、資格取得に何十時間何百時間と時間をかける方は多くいるのではないでしょうか。そして資格を取得することで携わる業務に対する知識がありますとアピールできると考えている方多いと思います。しかし残念ながら、その何時間もかけて取った資格の中にも転職では評価されにくいものがあるのも事実です。もちろん努力は認めてもらえるかもしれませんが、その努力が採用に直結するかというとそうではありません。ではなぜそのような悲しい出来事が起きるのか、そして取っても無駄な資格とは何なのかを本日は包み隠さずお話していきます。それではまず転職における資格の役割についてご説明したいと思います。資格には大きく分けて2種類存在します。それは特定業務を行うために必ず保持していなければならないものと、特定業務を行うにあたり必要な知見を持っていると客観的に評価できるものの2つです。前者の必ず保持していなければいけないものの場合は、その業務に就く際に必ず持っていないといけない資格となります。例えば公認会計士、弁護士、社労士、税理士のような職種がそれに当たります。このような職種を目指す方であれば資格が必須になりますので、取るために頑張るしかないわけですが、気をつけていただきたいのは、仮にその資格を取得したからといって未経験で仕事をいきなり任せてもらうのは正直厳しいということです。やはり専門性が高い仕事は同じような業務を他社で行っていたいわゆる経験者を積極的に採用します。残念ながら資格取得したから即採用とはならないケースがほとんどです。次に後者の必要な知見を持っていると客観的に評価できるものについて説明します。ちなみに一般的に転職の際に多くの方が取ろうとする資格はこれに該当します。ビジネスマナー検定、簿記、秘書検定、IT パスポートなど対象となる資格は多数存在します。これだけ聞くと転職が有利になりそうな有名どころの資格ばかりですね。しかし残念ながら企業側は資格欄をほとんど見ずに採用活動を行っております。なぜなら資格を持っていたとしても、その資格に関わる業務の経験があるわけではなく、知識しかないからです。知識があれば業務をこなすことができるわけではありませんよね。採用する側になって考えるとよくわかります。例えばあなたは今 IT システムの営業ができる人を採用したいと考えているとします。そこに2人の人物から応募がありました。1人は営業はやったことはありません、でも IT パスポートを持っているので IT の知識はありますという人です。もう1人は資格は何もありません。ただし前職では大手企業を相手にシステムの提案を3年していましたという人だったとします。ここで書類選考で落ちてしまうのはどちらであると思いますか。おそらく前者ではないでしょうか。なぜならたとえ資格があったとしても、法人のお客様と会話したことないのに大丈夫だろうか、物を売る流れは分かっているのかなど不安要素が多く、任せたい仕事ができるイメージが湧かないからです。逆に後者の場合だと営業の経験があるので、任せたい仕事をある程度はこなしてくれそうと判断できるわけです。他の動画でも何度も口酸っぱく言ってる重要なポイントなのですが、中途採用では即戦力を求めています。今までにあなたが何をしてきて何をできるのかが重要になります。なので資格を取得したからといって転職に有利になるというわけではなく、その分野の経験者に負けてしまうのです。転職においては実務経験が重要視され、資格のように知識があるだけでは転職を成功させることができないということがお分かりいただけたでしょうか。それではここからは多くの方が必死になって取得しているが、実はあまり意味のない資格を3つご紹介します。実は意味のない資格、1つ目は MBA です。 MBA とはマスターオブビジネスアドミニストレーションの略で、日本では経営学修士と呼ばれています。大学院での勉強の末、経営に必要な高度な知識とスキルを習得した者に与えられる名誉な資格です。経営コンサルタントになるために MBA を取得する方も多く、中には会社を辞めて大学院に入り直す方もいました。今勉強している人や頑張って取得した人には申し訳ないのですが、その行為は転職においては無駄になってしまうかもしれません。なぜなら先ほども言ったように、企業が見ているのは知識ではなく経験だからです。例えばあなたが経営者の立場で、実績はないのですが MBA は頑張って取得しました、ぜひ御社の経営改善を任せてくださいと言ってきた方がいるとします。
こちらの人を採用したいと思うでしょうか。おそらく多くの方が結構ですというのではないでしょうか。経営上の問題を解決したことないのに MBA を取得したからといって転職できる可能性は低いです。もし転職に有利だという理由だけで MBA を取得するつもりなら今すぐ辞めた方がいいです。じゃあ資格がいらないなら何をすればいいのって思う方いると思います。答えは簡単で、目指したい姿につながる実務経験を積むことです。例えば未経験で経営コンサルタントを目指すのであれば、お客様の経営上の課題を解決したという経験が必要になります。なので経営企画や事業企画などで何かしらの業務課題を解決できるようなポジションで働くといいでしょう。資格の勉強に膨大な時間をかけるより、現在の仕事で何かしらの業務課題の解決をしたという経験を得た方が、経験によって評価される転職市場においては有利なのです。実は意味のない資格2つ目は TOEIC です。英語を使う仕事を考えているのであれば真っ先に浮かぶ資格ではないでしょうか。大学生とかも就職に有利そうだからとかで勉強する人多いですよね。確かに楽天や一部の外資系企業など、そもそも TOEIC の点数が入社の条件になる企業であれば資格を取る必要があります。しかしほとんどの場合は最低限の足切りのラインでしかなく、重要視されることはほとんどありません。なぜなら英語を使う仕事というのは、英語と営業が組み合わさった海外営業のように必ず何かしらの業務と結びついています。繰り返しになりますが、英語を使う仕事であっても最終的にはその仕事の経験があるかが最も重視されます。結局のところ海外営業も実際は英語という手段を使った営業なのです。そのためTOEIC を頑張って取得しました、でも営業の仕事の経験はゼロですといった方では、採用する側は不安でしかありません。英語を使う仕事であっても結局はその業務の経験を見られてしまうのです。もし英語を利用した仕事をしたいのであれば、磨くべきことは就きたい職種の専門性、語学力の2点です。まずは就きたい職種の専門性を磨くことです。海外営業に挑戦したいのであれば、営業職としての実績を積まなければなりません。英語しかできませんではなく、英語を使った何ができるのかを明確にしましょう。そしてもう1点が最も重要な語学力の向上ですが、 TOEIC のようなペーパーテストだけではなく、英会話などの生の英語に触れる機会を作るべきです。最近では格安のオンライン英会話教室なんかも増えています。そちらで英語力を身につけた方が、 TOEIC の点数を高めることより何倍も価値ある英語力を身につけることができるでしょう。 TOEIC のようなペーパーテストが得意ですというよりも、英語で会話ができますという方が大きなアピールになります。以上のことから分かるように、英語を使った仕事がしたいのであれば、職種の専門性を高めることと会話力を鍛えることを実践してください。 TOEIC はペーパーテストであるがゆえに、 TOEIC 対策で習得できるものは生のビジネス英語とは若干異なってしまう上に、会話力の向上にはつながりません。したがってビジネスで英語を利用できるという証明にはならないのです。それよりも英会話を習得したり、英語でのメールのやり取りなどを学んだりした方がビジネスに直結します。 TOEIC 対策にかけていた時間をぜひとも職種の専門性を高めることと会話力の向上に役立てましょう。実は意味のない資格3つ目は IT パスポート基本情報技術者です。業界への知識が身についているというアピールのために IT パスポートを取得される方が多くいますが、もう分かりますよね。そうです、残念ながら IT パスポートを取得したからといって IT 業界で活躍できるとは判断されません。理由は先ほどから同じように、資格だけでは知識があるだけで実務経験があるわけではないからです。しかもこの IT パスポートは資格の難易度も低く、 IT 技術者でなくても短時間で取得できるレベルです。そして意外かもしれませんが、基本情報技術者もほとんど評価はされません。もちろん努力や IT エンジニアになりたいという思いは評価されるかもしれませんが、あくまで評価されるだけで仕事を任せてもらえるわけではありません。基本情報技術者を持っているからといってプログラミングができるわけでも、システムの設計ができることにはならないのです。 IT エンジニアになりたい時もこれまでと全く同じです。実務に直結する経験の方が転職の際には評価されることが多いです。ペーパーテスト上の知識を詰め込む時間があれば、その時間でプログラミングの学習をして実務に直結することを勉強した方がいいでしょう。いかがでしたでしょうか。今回の動画で転職において資格は思ったよりも意味のないものであると分かっていただけたと思います。そして転職において必要なことは実務経験であるということもよく分かっていただけたのではないでしょうか。もちろん資格のように知識をつけることも重要です。しかしその知識は実務経験を積むために最低限必要なことであり、
資格取得者のように何百時間もかけて知識だけを貯めてしまっていては意味がないのです。資格取得がゴールになっては転職は絶対に成功しません。なので同じ時間を使うのであれば、企業から求められる知識よりも経験を優先的に積んだ方がいいでしょう。資格に使う時間を実践的な経験を積む時間に回し、自分の理想のキャリアにつなげられるようにしましょう。今回お話したことをまとめますと、転職で意味のない資格は3つあり、1つ目は MBA、 2つ目は TOEIC、 3つ目は IT パスポート基本情報技術者。そして転職で求められるものは実務経験であり、資格より実務経験に多くの時間を使うことでした。これからも働くをテーマに、全ての転職者、ビジネスマンに役立つ情報を発信していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。